11万。11万だよ。11万だよ。皆様、明けましておめでとうございます。釣り子 TV です。新年一発目の動画っていうことで、やっぱりね、福袋動画から始めたいなと思いまして、で、今年はですね、総額11万円のなかなか高額な福袋買ってきましたよ。じゃじゃーんっていうことで、まあ、釣り竿付きの福袋なんですよね。釣り竿付き福袋のため、非常に高額な福袋となってしまいましたが、この中にもね、なかなか面白いものがいろいろと入っていて、ということでまずはこちらをご覧ください。ぴょんぴょん。お疲れ様です。お疲れ様です。さっき来ていただいた方にいただいた、調子でです、まずい棒、経営状況が良くないね、これね。これも自虐ネタだけど、まあまあ良くないことが書いてありますね。はい、今日はですね、キャスティング南柏店、でちょっと年末のこういうイベントをやらせていただいております。まあ、ロットコンクルージョン、ロットが、まあ、発売になったのに合わせて、いつもお世話になってる、この南柏店見てください、これ小森つぶいこコーナーがあります。ここではですね、この小森ノートと題して、霞ヶ浦水系と房総編で、まあ、2ヶ月に1回ぐらいの、湖の釣り方を紹介してます。お店に来ていただければ、こう結構詳しく、かなり上級者向けに書いてるんで、こう、まあ、読んでいただければ、あ、今こんな状況なんだなっていうのは、まあ、その中でこういったルアーをこうやって使えばちょっと超過が上がるんじゃないかなみたいなことをちょっと解説させて、もらってます。まあ、そこでですね、まあ、今回ロットもちょっと、発売になりましたんでっていうことでお店に来てるんですが、南柏って、はい、コンクルージョンカラーすごくないですか。そうですね、かなりいっぱい撮っていただいたんで、まだちょっと今もう市場に消えつつある。だって都内とかこのメガバスのこのカラー、はい、俺売ってるの見たことないですよ。放送してる頃にはもうなくなってるかもしれないけど、ね、いやでもこんだけあれば、はい、年明けの初売りの時とかはまあちょっと残ってるかな。そうですね、まあ、次また作ってはいるんですけども、春のそのワカサギ身のパターンに間に合うかどうかわかんないんで、まあ、まだ手に入れてない方は特にこれですね、水郷ワカサギ、それからこの水郷シークレット、はい、このカラーのこの X80 ジュニアからワンテンワンテンジュニアあたりはちょっと2月3月に向けて揃えておいてもらいたいなと、まあ、4月ぐらいまでできちゃうかな、はい、で亀山とか中心にやってる方もやっぱりそのカラーに加えてこの暴走シークレット、まあ、このカラーも、ぜひ仕入れておいてほしいなと思います、はい。まあ、ワンテンジュニアかな、暴走でやっぱり一番今までフィーバーしているのは、まあ、霞に水系だと満点の方ですね。まあ、春になってくるとこういう身のが良くなってくるんですけど、まあ、春に合わせてまだ在庫はちょっとありますね、はい、と思います。でいよいよコンクルージョンロットが店頭に並び出したっていう、はいはい、プロトの時はいろいろ教えていただいたんですけど、はい、製品版で変わった箇所とかがあったの、はい、ね、プロトこれねちょっとモデル違うんですけど、プロトの時はですね、まあ、コスメがちょっと変わってます。まあ、このフォアグリップのこの大きさ、それからロゴの位置とかこんな感じだったんですけど、製品版はよいしょ、ご覧の通りまずロゴが横に来ました。リールついてる方が分かりやすいかな、ロゴが横に来ました。まあ、理由は、こっちに背中にねよくこうロゴがついてるパターンのロットって多いんですけど、これってリールをつけた状態でこうやって置いておいたときに分かるということなんですが、まあ、これって釣り具屋さんでこうやって展示するときの、まあ、都合でもあるんですよね。でも実際にボートの上って横向きに置きますし、実際に今使ってるときにバンって見るのは、ハンドル側のこう横についてるのが見やすいっていうのが、まあ、個人的な、意見です。あ、でも写真撮るときとか、はい、コンクルージョンってじゃあすぐに、そうですね、バスこうやって持ってイエイってやってもらったらこうやってロゴが映るっていう、まあそういう風にちょっと考えました、はい。まあ、使ってる方がね写真撮った時に一番映えるところにロゴがあった方がいいかなっていうのがあって、はい、まあ、この刻印の位置とかも変えさせてもらいました。あとですね、ここの
フロントのフォアグリップ、これが予定通り短くなって、でちょうどリールつけた時にこの下に書いてあるコンクルージョンっていう文字が、これがこうちゃんと穴から見えるように作られてます。価格のところももう売ってるってことはしっかり、販売価格のところも出てるってことですよね。はい、はい、ショップでリリースした2本、68の LS と64の LS なんですけども、68が48,000円、64が47,000円っていうお値段で、発売されております。はい、今日イベント限定でなんかすごいのやってますね。そうですね、ロットと、これは南柏店さんの声でやらせていただいてます。メガバスルは1つとゲイリーは2つ、それと、イベント限定のステッカー、まあ、ロットイベントで僕がこう行った時に買ってくれた方に配っているコンクルージョンのこれですね、まあ、シルバーのカッティングステッカー、まあ、これをプレゼントしてます。じゃあ今日今コモリさんいらっしゃるんで、はいはい、ちょっと自分ここで2本とも買っていこうと思うんですけど、 ありがとうございます。じゃあこれ5万 ×2 で、はい、いろいろ大盤振る舞いで福袋的についてきて、はい、5万 ×2 で15万になりますね。おお、あれまあそうですよ、はい、5万 ×2 で10万円で、はい、いろいろルアー2つとゲリのバーム4パックと、ステッカー2枚と、はい、福袋なんで、はい、福袋来ました。見ないようにするんで、はい、コモリさん、はい、じゃあ2つ買うんで ×2 で選んでいただくこと。了解です。じゃあハードルは2つとワーム4パックですね。真冬の亀山で聞くセレクションどこ、はい、真冬の亀山で聞くセレクションで、真冬の亀山っていうか、まあ、これからまたねどんどんシーズンが良くなっていくじゃないですか。亀山ですよね。そうですね、デッドリー、まあ、正直全部おすすめのカラーとして作ったんですけども、デッドリーね、意外と強い色なんで、僕の今回出した中で一番リアクション的なものはこの辺かな。冬でしょってなると、もう冬とか夏はちょっと強いアクションって結構いい、強いカラーって結構いいんで、ワンテンワンテンジュニア、どうでしょう。よいしょ、ネガスルアーって何個だっけ。で、ゲリルアーが4パック、もう圧倒的にレッグワームの黒、これはこれ4パックとか言っちゃうとなくなっちゃうかもしれないんで、これ1個でね、やっぱリトレーターがすごく良くて、このカラーおすすめなんですよ。で、あと2つ、まあ、冬のカメラですよね。レッグワームばっかりだな。真冬の亀山ですよね。まあ、これだけでなんとかなっちゃうんですけども、カトテールと言いたいところなんですけど、カトテール、あ、これだな、これネコリグでボトムで使ってください。で、これはジグヘッドもしくはスモラバのトレーラーでボトムで使ってください。ダウンショットでも OK です。で、こっちは一点シェイク、これもどっちかというと一点シェイクの使い方ですね。で、レッグはもうリアクション的に使ってください。ちょっと浅めを狙うときは色ついてていいかな。深いところは真っ黒で、この4つがセットです。はい、これが福袋、これが釣り子さんでの福袋です。あとロットもチョイスしましょうか。生きのいいの選びますね。ロットは生物ですからね。ロットは生物ですね。まあ向こうにもあるんですけど、これね、この刻印が結構難しくて、実はこれ綺麗にやっぱりやってるんですけど、ポロットだったのにこんだけちょっと曲がっちゃったりもしてるんですよ。これもポロットだったんでちょっと曲がってるんですけどね、まあ、これ全部綺麗にやるの難しいんですけど、まあこれかな。あとはまあどれもこれもちゃんと検品して入ってきてますんで、これ綺麗だよね。まあ製品側はほぼ綺麗です。やっぱりちゃんとプロトとは違うな。あ、並べてみると、はい、言われて並べてみるとようやく分かるかなって感じですね、はい、これ僕にはやっぱり、ね、すごく難しいんですよ。ちょっとやっぱりこれをね、選ぶんだったらこれで選びたいなと。これとこれだな。おお、6864、1本ずつ。ついにコンクルージョンが買われるんですね。こっちがいいかな。ちょっとコルクに割れがある。これとこれ、
やったわ、10万円の旅に突入ですね。今までの小森さんのロットだったら行ってもまあ3万円中盤ぐらいお小遣い用意しとけばいけたけど、いよいよ最高級ラインということで、はい、そうですね、まあ、高いロットと安いロット何が違うかってこれかなり今日も聞かれたんですけど、高いロットっていうのはまあいろんな要素があって高いです。一つはまあガイド、まあ、最近ある低価格帯のロットに多いのはガイドがステンレスで、ガイドリングが SIC っていうもの、これはチタンフレームの、トルザイト、これだけでかなりお値段が高くなります。それからタフブランクス、タフブランクスでも、カプタの安い差も出てるんですけども、やっぱりこのブランクス自体他社にない、特殊なブランクスなのでちょっとお値段が高いです。それからですね、まあ、感度を高めて目抜けのしにくいこの圧縮 コルク、これもちょっと値段がします。それから何よりのコスメ周り、この辺ねちょっとオリジナルで作り直したんですよ。やっぱりね、メーカーからいろんな作法が出てる中で全部一緒だと安くなるんですけど、これはコンクルージョンに作ったこの六角形のオアグリップであったりとか、中のコンクルージョンの文字が入ってる、部分であったりとかで、こういうリングとかももともとないものを 使ってるん ですごいこだわってるところがやっぱ光の使い方なんですけど、日向で見るのと日陰で見るのってまた全然作法が違って見える。あるいは日向でもこうやって見たのとこうやって見たのと作法が違って見えるんですね。例えば細かいところを言うと、ここのリングの色とここの色と違うんですよ。はい、この色も違います。本当、はい、こうやって微妙に違う色を合わせることによって竿全体がキラッとしてるように見せれるっていうことができてるんで、まあ、そういうふうにあとこのカット面が多い六角形を使ってるから、こういうところのカット面が多くて結構輝いて見えるんですよね。まあ、こういったオリジナルのパーツにちょっとまあ コストがかかってるかなと思います。あと何よりもあと開発期間もすごい時間かけて作ってますんで、で、まあ、さっき言った高い竿と安いロット、これでよく例える例として、まあ、車に置き換えてください。例えば目的地が京都だとしましょう。東京から京都まで車で行く、これをね軽自動車でも行けると思うんですよ。でももちろん高級車で行った方が快適ですよね。だから高い竿の方が快適に釣りができる、もちろん魚を釣るっていう目的のためであればどっちを使っても達成できると思うんですよ。でうまく使えば、で、まあ、例えばちょっと感度が鈍いから聴覚が落ちるのかとか、ちょっと投げにくいから聴覚が落ちるのかってなっても、まあ腕でカバーできるっていう人もいると思うんですよね。で、まあ、そのやっぱり皆さん安くていいものはどれかって考えていて、それは当然の流れであるし、まあ、お金出せばどんどん良くなるのかっていうとそういうものでもないと思うんですよ。まあ、そういうトータル的なことを考えて、まあ、値段っていうのを考えていきながら、そのゴールを見ながら開発にお金を突っ込んでいくんですけど、まあ、もっと高い差も世の中にはあります。まあ、個人的にはまあ、自分が買う立場になってその高級車だと思って乗れる値段ギリギリのところかなとは思って、値段設定していきました。なので、まあ、この差を使えば3枚の差より超過が上がるかっていうとそれは分かんないです。だけどやりたいことが快適にできていくロットではないかなと思ってるんで、ぜひ、手に取って使ってもらいたいなと思ってます。ちなみにそのやりたいことが何かっていうと、この68はオールマイティ、まあ、竿の長さを生かした、リーダーのある、リグであったり、あるいはちょっと固めなので PE を使って、まあ、カバーを打ってみたりで、バックスライドで虫を沈めてみたり、あるいは流れのあるところでちょっと大きい魚をかけてみたりとか、そういったことにも向いてます。結構オールマイティなロットです。何でも使えます。僕はおかっぱりに行くんだったらスピニングはこれ1本でいいかなって思う1本ですね。でこちら 64LS、 これはちょっとレギュラーディーパーにしてあります。なので、まあ、中層でライトリグを泳がしたり、あるいは、まあ、一定のアクションでずっと巻き続けたり、そういった釣りにはすごく向いてます。でこの間これちょっとダウンショットでも使ってみたんですけど、ダウンショットでもすごくキャストがしやすくてとっても使いやすいロットです。ダウンショット専用ではないんですけども、ちょっとポヨポヨさせたダウンショット、脇掛けのダウンショットとか、そういったのにも向いてるかなと思います。まあ、そういった用途をしっかりと、まあ、テクニックをものにしていくには、そういう専門的なロットがあった方がいいんじゃないかなと思う、そういう中でとっても使いやすいロットに仕上がってますので、
ぜひ使ってもらいたいなと思います。ありがとうございます、はい、いやー SNS とかやっぱりいろいろ見てるんで、はい、12月の26日ぐらいにもう一斉にコンクルージョン入りましたって、はい、いろんなまで見て、はい、あ、小森さんイベントやってる司会に行こうと思って、はい、こんな説明とか大盤振る舞いだったんで、まあでもいいですね、はい、デザインも結構こっちから見てもかっこいいし、かっこいいですね、紫色ってね、うん、なんで僕紫にしたかっていういろんなこと聞かれるんですよ。最初からファンタジスタの初期モデルから紫っていうのにちょっと着目して、当時紫の差ってあんまりなかったんで、紫にした最大の理由はどんな理由でも合います。実はこれが一番、ドットにカラーをつけなさいって言われたら黒か紫かなって、それはリールを選ばないでつけれるっていうのがあったんで、まあ黒じゃ寂しいじゃないですか、まあシルバーとかも合うんですけど、シルバーじゃちょっと寂しいし、やっぱりちょっと華やかに見える、それと光が当たった時の色のその輝きがやっぱり他の色よりも綺麗に出る。それからもう一個はこの金属部分のこのアルマイトなんですけど、これ紫が一番綺麗に長く発色します。青とか赤って落ちてくるんですけど落ちにくいです、紫。それもあって紫っていう色を最初にチョイスして使い始めたっていう感じですね。紫を使ってるサオはよくデザイン的にかっこいいなと思います。小森プロの集大成ってことなんで、もうちょっと大切に、はい、ちょっと冬の亀山から使い出してみたいと思います。ありがとうございます。そうですね、まあ、今後コンクルージョンとしては、まあ、前もお話したと思うんですけども、1年間に 2,3 本ずつ出していって、まあ5年間とかで、15本、まあ、自分の必要な竿を揃えていこうと思うんですよ。そこまで最初にもこう作った竿も使い続けていきたいし、僕自身やっぱ物を長く使っていきたいっていうのがあるんで、そういう思いで作ってますんで、長く使っていける、長く使っていただける竿じゃないかなと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。ちなみに、はい、こちらにベイトのやつも置いてあるんですけど、これ軽く触りの触りみたいな、はい、あ、いいですよ。これが何なのかなってのが、これね、これ言っちゃうとね、他のメーカーから同じようなサーブ出そうで怖いからあんまり言いたくないんですけど、もうね、ベイトフィネスなんですよ。ベイトフィネスなんだけど、スピニングでできることをわざわざベイトでって今、ね、やりにくくなってきましたよね。スピニングでやればいいじゃんって、硬いスピニングもあるし、でやっぱりベイトフィネスというのはベイトワーミングっていうことでベイトフィネスのリールやタックル使う方が多くなってきてるんですけど、従来のベイトフィネスだとカバー周りとかから魚抜けないし、パワーのある釣りできないじゃないですか。でワーミングなんでやっぱりパワーのある釣りがしたい、でもベイトフィネスのように軽いものも使ったりいろんなことをやりたい、まあ、それ用に作っているソリッドティップの 65MLS っていうロックです。まあ、MLS か MS かちょっとまだ決めてないんですけど、これ昔64の MLS っていう竿を65だったかな、ファンゼスの初期でも作ったんですけども、あれの後継機種です。あの時はちょっと持ち重り感が消せなかったんですけど、今回はタフブランクスで完全に消して、かなりまあパワーのあるロットに仕上がってるんで、パワーがありながらティップがちゃんとこうキュッて入ってて、まあ用途的にはちょっとしたカバーの中で長いシェイクをしたりとか、あるいは、まあカバー猫じゃなしに普通のベイト猫とか、あるいはフリーリグとか、あるいはバックスライドとか、スモラバテトラでちょっとスモラバ入れたりするときとか、まあ、そういったのに向いてるかなと思ってます。これはね、多分2021年の発売予定です。楽しみなのか、はい、どんどん開発されてるんですね、はい、すみません、ありがとうございます、はい、ちょっとこれもこれまだ全然プロトなのでね、まだちょっとこの辺のコースちょっとずつ変わって、はい、まだまだちょっと夜まで続くと思いますけど、はい、頑張ってください。はい、本日はお買い上げありがとうございます。5万5000円 ×2 税込みです。10万円超えましたね。お買い上げありがとうございます。まあ正月なんで、はい、これはもうありがとうございます。手袋って書いてますからね、はい、服が入ってると思いますね、はい、はい、じゃあこれで頑張って今年袋をバス持ちするこの気分どうかな、いいかな、 OK いい感じです。はい、小森さんありがとうございます。ありがとうございます。10万円払っておきます。はい、ありがとうございます。走って逃げないでください、ね、はい、いつもみたいに走って逃げないでくださいね。わかりました、今日はちゃんとやります。お願いします、はい。11万だよ。衝撃です。こんな小さい本当南かしや餌からルアーから
ね、一発来れば何でも揃うからね、本当いいお店ですよ。しかもこんな熱いイベントやっていただいて、なんやかんや遠いけど月1か2月に1度は来ちゃうからね。みんなに貸し合ってるんですよ。帰りましょう、スーさん。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでね、帰ってきましたけども、これね、コンクリュージョン福袋ってことですね。ですね、キャスティングの南柏店で、小森嗣彦プロがですね、イベントを行っていて、でその時にね、福袋っていうことでね売っていたんで買ってきてみたんですけども、っていうのもね、どちらにしてもこのコンクリュージョンのねバスロットですね、これ買おうとは思っていて、それでまあどういうところで買おうかななんて思ってたらね、ちょうど面白いイベントだったので、買っちゃおうということでね、でレジに行ってみたらなんと11万円かかっていたっていうね、びっくりしたんですけども、まあちょっとね気になっていた、釣り竿2本、ついに発売開始されたっていうところと、その時にね、この福袋、売っていて、まあコンクルージョンのコンセプトですね、小森嗣彦プロゆかりのあるメーカーで、まあ例えばコンクルージョンカラーであるとか、まあ小森プロが開発したいろいろなものをね、ミックスしてっていうことで、なかなかね面白い福袋じゃないかなということで、でまあ何を入れたかっていうのは、この今ね開封する時のお楽しみっていうことで、まあ動画の方ではやってたかもしれないんですけども、スーさんの方にねカメラ回してもらって、これから開けていきたいと思います。まずね、あのロットの方を見ていきたいと思うんですけども、まあロットの方はね動画の中でもあの小森プロに結構説明してもらっているんで、それ以外のところだと、まあ袋がこんな感じでね出てくるんだなっていうところで、コンクルージョンということで、まずはねどんな竿かね、開けていきたいと思います。なかなかね、高額な竿です。保証書が、出てきて、おーおーおーおお、あ、ティップカバーがついていて、で、ここを見るとアブガルシアって書いてありますね。この竿を、作っているのはアブガルシア、それで販売しているのがエンジンっていう、まさにねコンクリュージョンな、ロットっていうことで、小森プロに、ゆかりのあるメーカーがミックスバックで、作り上げているっていうね面白い竿なんですけども、じゃあここも取ってティップカバー外して、もう取っちゃいますかね。あー、ソリッドティップでね、え、実際に使ってみてっていうのは、まあ、釣り場でになるかもしれないんですけども、このコスメのところですよね。はい、こんな感じでコンクルージョンって印字されていて、まあなんというか上品な感じの、バット部分ね。で、そのタフブランクスっていう非常にね、強力な軽くて強いブランクスが、採用されていて、バットの方にパワーはあって、でも、曲がるところは曲がってっていう、なんかまあ独特なね、竿になると思うんですけども、でチタンフレームの、トルザイトリングが採用されているんで、こうね、なんだろうな、これはそんなめちゃくちゃ軽いっていう仕様で作ってあるわけではないので、64LS っていうモデルですね。長さも少しだけあって、であえて手元に重心を持ってくるために圧縮コルクを使って、でこうメタルパーツとかもバランスよく配置することによって手元に重心が来るようにしているので、非常にね持った時はね、うわ軽っていうね感じになるんですけども、まあ魚をかけた後はですね、このタフブランクスで非常にパワフルに魚が寄せられるよっていうね、そういうことで良かったと思うんですけども、ちょっと実際にね、釣りの方でも使ってみていろいろねやっていきたいと思います。で、気になっていた価格の方がですね、4万7000円っていうことなので、まあそんなに安い竿ではないんですけども、その分高級な部材というかですね、使えるものは全てつぎ込んだっていう、小森プロの自信の一本なので、
まあ、これはね、自身の集大成だって言っていたので、まあ、なんとか、ね、使ってみたいなと思って、はい、と、さすがやっぱり小森プロらしいですよね。スピニング2本からスタートなんだっていうのがね、なんかバランス的に考えると、スピニングとベイト1本とかからね、スタートしそうなところがね、もうスピニングのこれを出したいっていうね、2本からスタートっていうところが非常になんていうか小森プロらしいんじゃないかななんて思うんですけども、でもベイトの方もねどんどんスタンバイはしてるっていうことなんで、はい、こっちもね、はい、ティップガードがついていて、これを丁寧に取ってね、はい、アムガルシアってあって、はい、こんな感じ。はい、こちらがですね68ですね、68の LS っていうことで、ちょっと自分はね聞いてもねあんまりね、どんな違いがあるんだろうって分かんなかったんですけど、小森プロ的にはここの刻印ですね、これの入っているなんていうかなところを非常に気にして、ブランクス自体はねもう検品しているんでどれも変わらないっていうことなんですけど、あえてこだわるとしたらっていうのも買いに行くんでなんか生きのいい竿を選んどいてくださいよなんて冗談で言ったらですね、すごい真剣に考えてくれて、うーんってね全部ね引っ張り出してきて、ここの刻印が小森プロがお気に入りの感じで入っている、そんな2本をね選んでくれたっていうことなんですけども、はい、2本並べてみるとこんな感じ。グリップのところはね、使用感が変わらないように同じ長さに仕上げられているんですけども、こう見ていくとね、もちろん元ガイドのガイドの大きさからですね、まあいろいろ本当ね小森プロね、あのガイドのセッティングとかめちゃくちゃこだわりがある方なんでね、どこに何を配置してっていう感じで、こう先端の方まで行くと、まあこんな感じなんですけども、まあ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 、こだわりの詰まった竿だなということで、どちらかっていうと気になっていたのは自分はねこっちの68の LS っていう竿なんですよね。ライトキャロライナとか、あと春先のスプリットショットリグとか、あとはそのまあ春先の小型ミノーとかを遠くに飛ばせて、ソリッドチップで乗せていくとか、そんな感じで使いたいなっていうところと、あとは68の LS っていうことで、こういう長さのあるですねソリッドチップの竿をディープのスモラバーとかをしっかりフックセットするときなんかにも、よく使いたいなって、本当ね昔からこの68ぐらいのレングスで、バットパワーあるんだけど先端の方が繊細っていうような、そんな調子の竿大好きだったので、これはちょっとねまさにな感じで、あとはねこのグリップエンドが68レングスなんだけどこう短めっていうね、この感じ、あこんな感じの竿っていうのがね、最近そうですね、まあ実際に使っているのが自分だと、メーカーは違うんですけども、初期のですねデストロイヤー F0 の 68XS っていうね、竿を大好きで未だに使ってるんですけども、まあそれの、まあ、チタンフレームトルザイトリング搭載で、でまたそのちょっと気になってるタフブランクスを使ったそんな感じの仕様なんで、これはねもうまさにね使いたいなっていうね、そんな1本で68の LS ね。そして、もう1本ですね、これが64の LS っていうモデルですけども、なんというか一番ファンタジスタの初期のステュディオスの60ULS っていう竿がね、お気に入りで未だに使ってるんですけども、その頃からまたこうブランクスが軽くなったりガイドが軽くなったり、まあ、このね、ガイドの、チタンフレームが採用されていたりっていう、その軽くなった分ちょっとだけレングスを伸ばして、でもまあ
イメージ的にはこれがその初期の 60ULS とかに似た感じの調子だったら嬉しいななんていうね思いもあって、62とかね60っていう竿はね結構ね、持ってるんですけども、64っていう長さのほんと微妙な違いですけどね、竿で何か最新鋭の竿ね、これは持っていなかったので、で持ってみると昔の60とかよりも格段に、軽いなって感じるんで、長さが出たもいざ魚をかけた時はバラしづらいんじゃないかななんていうね、目論みもあって、この2本だったらねちょっと買ってみたいなと思って、でまあ正月っていうこともあるし、買っちゃおうと思ってね、11万円ぶち込んでみたわけなんですが、詳しいまあ竿の説明についてはあのお店の方でも、小森プロにですねいろいろ説明してもらったので、また今度ね実況動画の方で具体的なね使い心地なんかどんどんレビューしていければななんていうふうに考えております。そして今回の目玉はこっちですけどね、これコンクルージョン福袋ですね。見てくださいよこれ、55,000円、55,000円ね、11万円。まあ正月からだいぶねぶち込んじゃいましたけどね、これはでもまあ面白いなと思ってね、うん、せっかくだったらこれで買ってみようっていうことで、まあこのルアーが入ってる分ね、ちょっとまあお得に竿が買えたなんていう風にね思えるなと思って、じゃあね早速開けていきたいと思います。どんなものを選んでくれたのかなっていうことでね、いやーなかなか久しぶりの10万を超えたお買い物なんで、まあこの竿のところでね十分満足なんですが、それに何が入って選んでもらえたかなということで、ワームの袋を感じますね。はい、あレッグワームね、これはなんだろう、純バグみたいなカラーですね。ですねカラーコードでいくと390っていう、カラーになるんですかね。ちょっとラメの入ったグレープ系のカラーっていう感じですね。このカラーおすすめで入れてくれたっていうことで、まあ黒はいっぱい持ってるんで、黒以外で何か展開してくってなると、まあ小森プロがこれ釣れんだよっていうんだったらちょっといいな、ありがとうございますっていう感じで、まだワームが入っていって、カットテールのですね、031ってカラーですね。こういう、なんていうか、ホワイト系で、ラメが入っているですね。これ、何か小森プロの、ところで撮影したりしても、最近カットテールに関しては本当、この色の登場率が、非常に高くてですね、まあ最近、ね、カットテールだったらこの色って感じでよく投げてるところを、見かけますので、まあそれでこの色をねセレクトしてくれたのかなということで、カットテールね、去年だとバサーオールスタークラシックとかね、いろんなところで、活躍、あれはまあちょっとバラしちゃったの、まあ活躍していたので、このカラー選んでいただきました。そしてじゃあどんどんいきますよ。はい、これはね、いくらあっても、足りない。レッグワームの黒カラーですね。ソリッドブラック。ね。これはね、もう冬場の、自分なんかで使っていてもね、ほんと餌なんで、あ、これ入れてくれたのはね、ほんとありがたいなってところで、なんだったらこれ3袋でも嬉しいよっていう、そんぐらいね、もう実績、信頼のね、レッグワーム、ソリッドブラック。ね。これをしっかり1個入れていただきましたね。はい、じゃあここでワームが、まだワームありますね。最後エリーワーム、あディトレーターね。これもね1年中釣れるんですけども、結構自分は冬場のスモーラバのトレーラーにして亀山のディープ 10m に沈めてとかよく使うワームなので、これもね、390カラーですね。さっきのレッグワームと同じ390カラー。ね。
3級カラーですね。いやーこれはなんだろう、冬場に限らず本当通年を通して、スモラバのトレーラーであるとか極小ジカリグにしてカバーに入れたりとか、はたまたダウンショットにしてですね、霞ヶ浦水系のこうエビがぴょんぴょん逃げるパターンの時に使ったりとか、非常に使い出のあるワームなんで、ありがとうございます。これはね嬉しい。でこのカラーはね、持ってなかったんで、ちょっと今後どのカラー買おうかななんて、迷ったら、今回ね390なカラーがですね、2つも入っていたので、これも、今後はいろいろ選ぶ時に390選んでみようかななんていう風に考えますね。うん、小森プロが2袋も入れてきたってことは、何かしらっていう感じですかね。で、あとですね、メガバスのプラグでしょうか。これは箱、ね、ちっちゃい箱が入っていて、はい、あー来たー、コンクルージョンカラー、これ持ってなかったんだ。はい、このね、シールが上に入っているからね、わかりやすいんですけど、コンクルージョンカラーですね。で、あーこれね、ちょっとね、コンクルージョンカラーの中でも気になっていた、ですね、カラーがですね、デッドリーフィッシュですね。で、ワンテンジュニアのコンクルージョンカラー、デッドリーフィッシュ。このカラーね、使ってみたかったんで、これはね、嬉しいなっていうところで、はい。そして、これ最後になりますね。はい、デッドリーフィッシュのワンテンですね。先ほどのがワンテンジュニアでしたけども、こっちはね、ワンテンのデッドリーフィッシュ入れてくれました。コンクルージョンってね、シールが貼ってあるんで、コンクルージョンカラーシリーズなんですけども、まあこれに関してはね、実は、まあ小森プロとね、あそこのなんだイベント会場で話してる時に、自分がデッドリーフィッシュ、デッドリーフィッシュってずっと、騒いでいたんで、それで選んでくれたんじゃないかななんて思うんですけども、これはね、欲しかったデッドリーフィッシュが、こういう感じで入れ込んでくれたっていうことで、嬉しいなっていうことでね、これはね、まあなんていうか、シーバスにも効きそうだし、もちろんブラックバスにもね、効きそうだしっていうことでね、このクロームキラキラでちょっと、ポイントが入ったデッドリーフィッシュ、2つ手に入ったんで、よかったなっていう感じですね、これは。はい。で、これでルアーの方は終わりなんですけど、今回はね、おー、これこれこれ、イベント限定っていうことで、はい。コンクルージョンステッカーね、これ、2つ買ったんで2枚入れてくれました。やったねーってことで、まあ、ボックスに貼ったり、どこに貼ったりっていう感じでね、大切に使っていこうかなーなんて思うんですけども、まあ、結構、コンクルージョン出たばっかりで、小森プロ精力的にいろいろなところで、イベントを組まれているので、まあ、そういう会場でコンクルージョンとかね、買ったりすると、こういうシールがもしかしたら手に入ったり、まあ、今回は、新春ということで、ね、こう、ルアーなんかも、大盛りで、ついてきたんで、これはラッキーに変えたんじゃないかなっていうね。まあ、もともとこの差をね、どういう状態でも買おうとは思っていたんで、はい、というわけでね、こういう感じで開封していってみたんですけども、本当になんだろう、コンクルージョンのね、コンセプトにあった、まあ、アブで作ってエンジンで販売している竿に、ゲイリー山本の超釣れるワームにメガバスの綺麗なプラグたち、ね、まさにこの今の小森プロのコンクルージョンっていう感じのね、セットの福袋になっていたんじゃないかなということで、大満足のですね、11万円となりました。まあ、あとはね、どんどん実況動画の方でこれ使っていってですね、いい魚いっぱいね、つってこんな竿ですよなんて引き続きレビューしていけたらななんていうふうに思いますので、今年も1年間ですね、釣り子 TV 頑張っていきますので、ぜひですね、応援の方よろしくお願いいたします。コンクルージョン福袋おーいいねなんていう方はぜひね、グッドボタンの方もお願いいたします。またチャンネル登録まだの方はですね、ここからもまだまだ福袋動画やね、いろいろなコンテンツ続いていきますんで、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちらね、
11万円の福袋っていうことで、小森プロのですねコンクルージョン福袋、これを買ってきてみたらこんな感じの展開になって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。